民衆党は第三共和国時の韓国における保守政党である。当時、日韓の国交回復に反対する運動の先頭に立っていた保守野党勢力が統合して結成された政党である。1965年5月3日、当時の国会内における第一野党である民政党と第二野党の民主党が統合して結成された。第三共和国発足後、 初の統合野党で代表最高委員には民主党の党首であった牧順天が就任した。しかし、決闘直後から基本条約批准案とベトナム戦争への韓国軍派兵に反対する闘争方針をめぐって党内が2分議員辞職と党解散を主張する旧民政党系の院前を中心とする強硬派とあくまでも 院内での闘争を重視する旧民主党系の牧順天や柳沈山を中心とする恩憲派の対立が続いた。日韓基本条約が6月22日に調印された後の8月12日、同党の国会議員61名が日韓基本条約調印に抗議し議員食事認証を提出したが、基本条約批准案は8月14日に与党である。 民主共和党のみの単独採決で国会を通過、院前など最強候補数名を除く民衆党議員は10月14日に国会に復帰した。これに反発した強硬派は民衆党を脱党して翌1966年3月30日に新官党を結成、統合してからわずか10ヶ月目で野党が分裂する事態となった。翌1967年、 5月に行われる第6代大統領選挙の大統領候補として民衆党はユチン号、新官党はインゼンを指名したが、野党県の大統領候補単に使野党統合推進の名分のもと、1967年2月、民衆党と新官党は合同して新民党を結成し、再び統合野党が発足することになった。 今日の歴史連合ニュース2009年8月12日、当時の大韓民国憲法では、国会議員は政党への所属を義務付けられており、所属政党からの離党は、議員辞職することを意味していた。ありがとうございます。